はいどうも皆さんこんにちは、岡本鬼山です。今日はね、川で虫捕り、星ボス山とか狙いに来たんですけど、ちょっと見てもらえばわかると思うんですけど、はい、見ての通り川が増水しておりますね。これ朝の方に雨が結構降ってたっぽくて、ちょっと濁流すぎてちょっとできないっすね。山向かいます。はい、いつもの山に着きました。いやー、まあもう9月だっていうのにもうまだ緑がいっぱい残ってて、まだまだ夏は終わりませんね。やばいです皆さん、今朝の雨でちょっと川が増水して、いつもちょっと沢が流れてる場所がすごい泥沼です。え、すごい、ちょっと怖いので、ちょっと怖いです。皆さんやりました。綺麗ですね。これ高根トンボですか、カラカネトンボと、ちょっと見分けわかんないんですけど、いやほんと綺麗です。多分エゾトンボ系のやつですね。すごい、やったやっと取りました。じゃあ逃がします。あれ、あ、バイバイ。はい、皆さん伊豆沼に着きました。すごい量です。どんだけいるんでしょう、ここはトンボ。トンボだけじゃなくてね、蝶の数もすごいんですよ、ここ。やっぱここ。いや、もう9月入っちゃってるんですけどね。はい、のしめトンボですね、これは。では、リリースします。はい、皆さん、来ました。道路にね、いたので危ないですね。バイ。バイバイ。はい、バイバイ。バイバイ。元気でな。おう、夏だぜ。おう、夏だぜ。俺はかまって力が強い。あ、ここ踏まれるよ。はい、取れました。はい、ルリッタテハですね。はい、綺麗、逃がします。バイバイ。皆さんなんかね、捕まえましたよ、爬虫類を。ヘビの赤ちゃんですね。なんだこのヘビ、ヒバカリとかわかんないです。とりあえずかわい、バイバイ、元気でね。ヘビの赤ちゃんかわいいですね。サギがいますね。サギかわいいですね。鳥の中でもね、サギとか結構好きな方なんですよね。サギ何食べてるんでしょうね。うわっ、すごい、アオサギ潜んでいましたね。はい、取れました。ハグロトンボのメスですね。ハグロトンボもね、9月に入って少しずつ少なくなってきましたね。あんたもう長生きすんだよ。バイバイ。すごく綺麗なアゲハチョウが取れましたね。綺麗、もう弱ってきてますけど、美しさはねまだまだ残ってますね。綺麗、逃がしましょう。バイバイ、元気でね。飛んでいきました。はい、ただいま9時ですが、もう帰ってきました。今日はね、トンボとかあんまり収穫は多くはなかったんですけど、まあ勉強になったので自分的には良かったかなって思いますね。まあいつもご視聴くださっている方々やコメントくださっている方々、本当にありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。そして最後に一発、あー